朝心でなした思考とは皆人に与えられた力である人生のどの局面にあるにせよとにかく成功利便や勢いのきっかけをつかむためにはまず沈着冷静さを養って思念の力の高め方を身につけねばならない 穏やかに思念を一つにすれば大変なものはあっても困難なことはない正当な目的であればどんなことでも筋を通して精神力を用いることで必ず速やかに実現されよう心で思うのは良いことだけにせよそうすればその思いは現実世界でも 良い形で実現するだろう10日夜「あなたはなりたかったものこれからなりたいと思うものにもうなっているのかもしれない」。 いつまでもまだまだと言っているとできるものも出来上がらない後回しにする力があるのならやり遂げる力もあるのだ粘り強くやり遂げる力がこの真理を悟りなさいそうすれば今日にでも毎日でも自分の夢見た理想の存在に絶対なれる自分に言い聞かせよ 今の自分は理想通りに生きたい自分の理想を今はっきり示したい理想そのもので今はありたい理想から遠ざけようとする誘惑には何にも耳を傾けたくない己の理想の声だけを聞きたいものだ 11日朝花のようであれ自ら進んで日々甘美なものになってゆけもし汝が知識を極めたいのなら愛を極めよ高みに至りたいのなら慈愛と思いやりの心を絶えず磨くようにせよすべてを投げ打ってでも 善を選ぶというものにはそのすべてを含むばかりかそれ以上のものが返ってくるのだ11日夜この大原則はどんな人からもしかるべく受け取るものをだまし取ったりはしない。 人生が正しく送られればそれは美しいほど純粋なものになる。始純の人生を理解しその原則に従い我欲という安炉大迷宮へと足を踏み外さぬものならば害の及ばぬところにも立てるそこには有り余るほど多くの喜びに満ちており全くの幸せがあふれているのだ。 12日朝人間は皆己の考え行いの報いを受け己の過ちに苦しむものである正しく始め正しくあり続けているのなら幸せが帰ってくることをわざわざ望んだり求めたりしなくともよいすぐそばにある 自然とついてくるのだこれこそ世の必然現実なのである強欲憎悪邪気を心に寄せつけぬものは死後も安らかで至福である十二日夜。 己ののを作るのは自分だ。欲を出せば深く悩み欲を拒めば喜びが訪れる魂の摂理の中でも何よりも喜ばしく契約した神の頼もしさを感じさせるのは人が自分の思考を操り人格を作りましては 品性世間、運命をも形作ることができる存在であるということだ。